高知市在住の絵本作家柴田恵子さんの作品白クマシリーズ、2017年の出版から現在で第8弾まで刊行されている大人気シリーズです。好きな食べ物の中に入ってみたらどんな感じかなっていう妄想から作ったっていうお話なので、それをまさにこう立体化していただいたっていう企画です。高知蔦屋書店1階の中央広場に明日から期間限定でオープンするのが、美味しそうな白クマポップアップストア。茶碗の中に鎮座する白クマのマスコットに、クッキーになった文字通り美味しそうな白クマなど、およそ60点の商品が並びます。中でも柴田さん一押しのグッズが、チョココロネに白クマくんが入っているぬいぐるみがおすすめです絵本の楽しさはもちろん、子どもたちに食べることの楽しさ、大切さを考えるきっかけにしてもらいたいと、出版社や柴田さんらが企画した今回のイベント。こちらは柴田さんの希望で設置されたフォトスペースです。先ほどぬいぐるみとしても登場したチョココロネの中に実際に入って写真を撮ることができます。写真を一緒に撮って遊びながら、いろんなグッズもたくさん揃えているので、本当にこの空間で絵本の中が飛び出したような感じで楽しんでいただけたら嬉しいなと思っています。あとお腹いっぱいになってくれたら嬉しいですまた同じ1階にあるブックカフェイソップの台所では、明日から飲むのがもったいなくなるラテアートなどのコラボメニューが楽しめます。美味しそうな白クマポップアップストアは明日から来月7日まで高知蔦屋書店で開催されます。